ごめんね、ギリギリで。帰ってきたのが本当にさ、でもね、11時くらいに帰ってきて、そっからちょっと明日リハがあるから覚えなきゃいけないことをやってお風呂入ってナウなんだけど、なんかさ、めっちゃ規則正しい生活になりそうこのままだと。今日もさ、今日6時半に1回起きて、その後ちょっと寝て練習して撮影して練習したんです。よ。いや、健康的だよね、本当に健康的。足つりそう。よいしょ、足つりそう。夜ご飯抜いてる、じゃがりこ食べたけど。あ、アイリーもつぶ濡れだったって。そうそうなんですよ。なんか今日さ、なんかオーガニックの化粧水みたいの使ったら肌荒れバーって歯を真っ赤になって、めっちゃこの辺とかもちょっと赤いんですけど、めっちゃヒリヒリするんですよ。ほら、ちょっと赤くないですか。なんか私、なんか疲れてたりとかするとなのかな、この間のアベマの時も、まあ、なんかメイクさんの化粧水使ったらバーってなって、また顔真っ赤になって、すぐメイク落としで落としてってやったんですけど、なんかそれ多分なんか疲れてる時にオーガニックダメみたいで、自分のやつを持ち歩こうって思いました。なんかいつも大体なんかメイクする時って行ってメイクポーチは持ってくんだけど、化粧水と乳液を借りて、で髪の毛をやってもらって、下地からは自分のを使ってやったりとか、なんかコロナ前だったら結構下地とか、なんかファンデーションとかもなんかメイクさんのおすすめのやつとか借りたりとかしてて、でも化粧水もいつも全然平気だったんだけど、でもやっぱちょっと慣れないの使うとダメですよね。サリナって眉しっかりとしとるような、そう、眉しっかりと綺麗なんですなんか自分の顔好きじゃないけど眉毛はすごい綺麗だと思う。ほとんどいじってないから、何、眉毛を、眉毛をですあと1分だわ。どうしよう、サリ、なんか締めの言葉とか用意してないんだけど、みんなおやすみあと30秒だって。みんないい夢見てね。バイバイ、頑張ろうね。マジですっぴんすぎてごめんなさい。